1975年ですけども、35歳の時にそれまで住んでいた東京を離れて、家族と一緒に栃木県の益子町という焼き物の里ですけども移り住みました。そして雑木林の中にこう家を建てて、家族と暮らしながら絵本を描いてきました。1998年ですかね。絵本はとても大事なんだけども、同時に子どもたちにとって自然の体験が必要だというふうに考えるようになりまして、絵本の美術館を作りました。美術館の周りは自然がいっぱいあります。子どもたちがこの美術館に来て絵本の世界を楽しむと同時に、ここでいろんな生き物たちに出会える、そんな考え方の美術館を作ったわけです。そしてその美術館の展示室の隣にアトリエも作りまして、この部屋がそうですけども、そこで絵本の創作もやるようになりました。今はこの部屋でほとんどの作品が生まれるようになっているのです。樹液のシューズは季節感をとても大事にしているので、時々の自然をよく見るということを丁寧にやっているつもりなんですけど、自然の見方もいろいろあるんだけど、樹液シリーズの場合は主人公が小さな野ネズミなので、その野ネズミの目の高さで見るということを多くの場面でやっていますけれども、実際は草原に出たら顔をなるべく地面に近づけて、植物を見たり、キノコを見たりするということをやっていますけどね。樹液のシリーズは絵を見ながら言葉にはない小さな虫がいたり、穴が咲いていたり、そこに風が吹いていたりとかっていうことを子どもたちが絵の中で発見するということが一つ私の意図でもあるんですね。でそれはどこから来てるかというと、こういう自然の中を歩くときも同じなんですね。何も見ないで通り過ぎてしまえば何もないないんだけど、よく見ていくといろんなことが見つかってくる。で特にまたネズミの目でこうやって見ていったら、もういろんな生き物に出会えるわけですね。そのことも樹液の自然の見方ではあると思いますね。それからもう一つは、一つの場所をずっと見続けていくという、春夏秋冬見るということも大事ですし、それをまた何年も渡って見ていくといろんな変化が見えてくる。それも自然の大事な見方の一つですね。もう一つはこの美術館でやってるように、その絵本の世界と自然の体験というのがこう同時にあって、行ったり来たりするということがとても大事なことだというふうに思っているので、絵本で見たことが自然の中で出ていった時に同じようなことが起こっていくって、だから草むらでの中にこうよく見たらバッタがいたりとか、そういうことが子どもたちにとってすごく大事なことだと思いますね。そのことがすごく楽しいことだよということを一生懸命言ってるわけね。